なるほど。巫女の使命を果たすにはエテラナを通って谷を渡るしかないというわけか。あなたたちの事情は分かった。だが先ほど目にした通り、今は先へ進むのが難しい。月がよく見える高台で一緒に待とう。さっきのやつ、人に刀投げるなんて危なっかしいやつやな。まあまあ、結果的に助けてもらったんだし。でも、なんでこんなところにいるんだろう。時間のある時に訪ねてくるだけだ。この風雪では野営を続けるのも厳しいからな。ほんなら橋を渡れへんとあんたも困るんちゃう？新月になればエテラナの町を抜けられる。あまり知られていない話だが本当だ。私もそうしてこちらに来たのだ。そんな手段があるんや。まさに抜き道やね。でも次の新月っていつかな。15日後くらいだな。あかん、長すぎるわ。もう一つ方法がないわけでもない。月食だ。月食の時も新月と同じように町の中に入れるという。聞けばそろそろ月食が起こる頃合いらしい。月も満ちている。あるいは巫女を導いてくれるかもしれないな。新月にしろ月食にしろ待つしかないんやね。寒いし退屈やし、うち耐えられるやろか。ならば少し手伝いを頼めないだろうか。私は月の宝珠を探している。エテラナに古くから伝わるとされるものだ。レビアの地のどこかにあるのは間違いない。一緒に探してもらえたらとても助かるのだな。宝探し？ええやん、やるやる。ありがたい。では早速向かうとしよう。ファルロー橋の南側にある崖の下を探索したいと思う。うん。少しでも手助けできるよう頑張らないとね。相変わらずお人よしやな。でも宝探しはちょっと楽しみや。準備を整えよう。広いとどこから探したらいいのかわからないね。ああ、だがファルロー橋の南側のあたりだと睨んでいる。それならさっきの壊れた橋のあたりまで。
で戻ってみないとね。油断せず始める。私はこの辺りも緑が豊かな場所だったの？もちろん、こうして厳しい冬の訪れる土地ではあったが、春には美しい花が咲き、鳥たちの歌の響く土地だった。もらっておこう。先ほどはとっさとはいえ刀を投げてしまう。申し訳なかった。ほんまびっくりしたで。もう少しなんかあったんと違う？止まれって大声で言うとか。なるほど、次からはそうしよう。分かればいい。もらっておこう。月の宝珠、聞いたことないな。どんなものなの？精霊ゆかりのものであることを知っている。戦うのはまだ早かったようだ。はっ！よっ！もらっておこう。
睨んでいた場所はこの辺りだ。じっくり探してみよう。わかった、注意深く探していこう。ジンブーメランが光ってる。それは精霊器の一つだよ。これには風の精霊が宿っているんだ。風の精霊、月の宝珠に反応しているのか。したか。それが月の宝珠。そうだ、月の宝珠には月の精霊の力が宿ると言われている。故に精霊器が反応したのだろう。見つかってよかったね。ああ、ずっと探していたんだ。私一人ではとても見つけられなかった。あなたたちのおかげだ。感謝する。テントへ戻り体を休めよう。君たちの協力に感謝するよ。おかげで宝珠を見つけられた。ヒッヒーン、せやろー。もっと褒めてる。体が変ちゃったよ。早くテントに戻りましょう。寒さを忘れなかったのに。精霊の力を見いただいておこう。
幸運を運んでくれるといいな。アナグマが喜びそうだな。掘り出し物が貴重なものだな。いただいておこう。何が入っている？これは！この辺りで少し休もうか。美しい月夜だ。すぐ近くで吹雪いているとはとても思えないな。レビアの風雪は巫女を失った月の吐息というが、今宵の月はまるで私たちに何か語りかけているようだ。あっ、おい、急にどないしたん？影の時、来たれい！待てよ！僕たちも行こう！